ポピン。ああ遅かった、ちょっと遅かったな。うん、なかなかタイミングが合わなくて難しいね。ということで1月15日のケリ姫のスイーツのケリ姫をやっていき、ケリ姫、さて何やりましょうかね、何やりましょうかね。なんかずいぶんまったりムードになってきたんだよな最近。達成報酬とかもそこまで頑張ってやってないんで、あと1日でどれだけ頑張れるか。頑張れそうなところってあるかな、ないな。じゃあエメラルドでお金稼ぎでもしとくかと思ったんだけども、今となってはそこまで馬味な、ね、金策でもないんで。そうだ、今宝船ってどうなってんだろう。後半のところにはあんまなかった。チュロス、レッツゴー。ドレスも適当にそのまま進んでしまう。多分小さい状態かなですね。なんか大きい時がだいぶ続いたからさ、この小さい王冠になるとなんかとてもね、目の錯覚を起こすんだよね。あれ、こんなに小さかったっけって、小さかかかかったっけ。そしていらないティアラブネ、チャレチケをこっちで使えってことなのかもしれんけども、でもゲリラボスとかああいうの以外は一応チャレチケコンティニュー使えるっちゃ使えるんで、まだ取っとこう。お金稼ぎだったらまだ他の手段がいろいろあるんで。さあ特に何も更新事がなくても、でもなんとかやってみせる、それがこの毎日のケリ姫。ここら辺のスペシャルボス、お、特に何もないぞ。新たな挑戦、ここで手に入るアイテムはドレスだぞ。でも強化石ちょっと手に入るからさ、まあ、落ちるかどうかわからんが、レッツゴー。またドレス適当のままだ。まあいいさ、それでも落ちるときは落ちる、落ちないときは落ちない。大冒険の始まりよ。何がいいかな、ロケットパンチじゃ届かなそう。縦幅がね、結局悪魔ホームで。削りきれない。お、これ数日前も同じことやったような気がするぞ。あーちょっと属性がエクストラ並みに反映されて、フリ属性だときついですねってことをね、全く同じことをやったような気がするぞ。何も考えずにやっているのがまじまじとよくわかる。考えないスイーツ、あえてドーナツも取ってやらない。敵陣の真ん中でドーナツ取ってから下から攻めて出してあげた方が確実に取れたろうね。確実に敵全員の弾取れただろうね。命と書いて弾。見事にスルーした今。逆に難しいぞ今のドーナツの避け方で。あとはチョキで、ほい、チョキチョキと服を切り裂いてやんなさい。ごちそうさまでしたと。このね、やられそうな時のかがんだ時の胸の見え方がいいですねっての前も同じこと言ったような気がするな。何が出るかな。お、強化石、うん、なんかむしろこっちの方が嬉しいな。なんか経験値がうま味なステージがな今ないからね、まずくはないけども、でもどうせやるんだったら曜日でね、覚醒色のステージとかで武器経験値4倍とかつけてでやるとか。ちなみにこっちは今日は、あ、もう入っちゃったか。じゃあこれぐらいかな。で作成はね、あのガウガウドレスとかあそこら辺が成功率上がってるんですけども、今ねドレスのドロップ率が上がってるって言うけども、俺はこっちの方が落ちないんだよ。でランク1から5適当に回ってるけども意外と落ちないっていうね、逆にこういうものがね落ちづらくなってめんどくさいなっていう。
じゃあ他のちょっとやってみるか。ね、こっちこそね、成功率上がってる時にやればいいんだけども。じゃあ 10% 上げでもつけておきつつ、ドレスの経験値4倍。あ、このさ、大成功時の効果選択、どれもいいやつだね。ドレス、乱入、プラチナ。へぇ。まあ、ドレス狙っとくか。ドレス4倍まだ持ってないんで。乱入率な、30以上が欲しいですね。30以上じゃないか。30より上って言わなきゃ。30も含まれちゃう。で、大成功しない。こういうね、期待に満ち溢れてる時は、大成功すらしないっていう。いつもの。これぐらいにしとこう。今日はね、回しちゃいけない日だ。ガチャとかドレスの成功とか。そこら辺をね、やっちゃいけない日だ。薬日かもしれんので、今日はこれぐらいで終わっておこう。明日おそらく何らかの更新があると思います。てな感じで、また明日。